種子島の南種町で今月7日夏祭りが行われました。この夏祭り、町内に宇宙センターがあることからロケット祭りと呼ばれています。この日は火縄銃の合図とともにパレードがスタート。地元の子ども会やサーファーらおよそ650人が元気よく町に繰り出しました。踊り連には宇宙センターの職員らも参加。なんと宇宙服を着て踊りを踊ったそうです。ほほ、重そう。夜はのど自慢大会や歌謡ショーなどで盛り上がり、町民の皆さんも夏の夜を満喫したということです。撮影は種子島のふるさと特派員西金夫さんでした。